思い出もエバーでございます。いやー、ノーミルクさんとでございます。なんだワクワクしておりますけれどもね、サッカーをもっともっと楽しむために今日もお送りしていきます、ミルワカ。この話題はこちらの、ダー浜田総脱線ポッパッちょっと待って、すごいマークがいっぱいついてますけれども、これ、エンブレム。とんでもないことになってきたんですよ。これない、もうサッカーゲームじゃない、これ。 なんならサッカーゲームよりもオファース多いかもしれない。みんなが欲しがっとるということですか。そういうことなんでもないことになってきてますよ先生これは。はいということで今日はこのあたりでご説明もさせていただければと思っております。お願いします。いろんな話題で国内外のサッカーのええ会話い話をやっておりますね。でます。お願いいたします。はいということで行きましょう今日の話シート一枚でございます。はい。ドンと。はい。 はい、今、日本で、<ー>日本代表ミッドフィルダーのね、カバーラ大地さんなんですけれども、えどうやらヨーロッパ中のメガクラブ、はい、正直、レアル以外ほとんどって言い方って正しいと思いますけど、うんうん、はいはい,はい、はい、が獲得しようとしておりますと。あ、本当ですか。はい。あの、今まででもね、あの、ドルトムントとかバイエル、うんうん、はい。あと、まあ、バルセロナなんて話とか、マンチェスターユナイテッドなんて話も1月末なんかありましたけど、 あのね、うん、シティとパリ・サンジェルマンも、お鎌田お<う>なんて言い始めまして、そううううなんんんんでですねこれ、結局、なんでなのかって話がたくさんあるんですけど、まず皆さん、うん、今回、こういう話なのに、ですね、はい、え僕はあの市場価値に関する話は今回入れておりません。はい、まあと言いますのも、実はあの鎌田さん、このままいきますと、フランクフルトと契約更新をしないままシーズンが終わるという話になっておりまして。 要は、あのね、移籍金かからないんですよ。うん。そう。うん。フリー状態で他のチームに行くことになるから、他のチームからしたらもうめちゃくちゃ安くというか、うんうん、年俸を上げるだけで来てくれる状態になるというと、うん。なるほど、なるほど。うん、あるわけでございます。ただやっぱりあの、今季の開幕前とかに比べても、て、うん、か今季開幕前とかだと、もともと鎌田選手取りたいって言ってたのが、はい まあ、ドルトムント含め、あと、ローマ、ウエストハム。まあ、いいチームですよ、皆さんね。なんだけど、よく考えたら、やっぱ去年、EL を優勝しておりまして、で、あと、カタールワールドカップではドイツに勝ち。そうですね。そして、スペインにも勝ったときには、なんならもう日本代表のブレーンとして。はいはいはい。 存在感を示してはい。それは皆様、わかってるってことですね、お城の方々は。そして、前半戦のブンデスの評価点ランキング、ビルトプレイヤートップでもありました。なるほどね。うん。はい。ってことで、評価がだんだん爆増しておりますと。なしなわけだね。そうですね。そして、このね、2月の中旬からね、再開するとか、チャンピオンズリーグのこれから決勝トーナメント、フランクルトはナポリと当たるんですけど、まあ、もちろんこれからの活躍者でまた話は変わってくると思いますが、 もう鎌田選手はもう、なんだろうね、うん、もう選びたい放題という状態になってまって、ね、ということになっておりますこれ、移籍ただっていうのも大きく関係してるって先さっき言ったわけですよね、移籍がかかったらいらないみたいなところもあるんですかいや、多分ね、それかかったいっで、ね、移籍あっても取,れる、うん、取ると思いますね。 なんかお金ないチームがね、買うだけ買ってすぐ売る,るみたいなのやめてほしいですけどね。<laughs> なんかヨーロッパの記事で僕もちらっと読んだのなんですけど、仮にかかってたとしても、要はフランクフルトと契約更新したとしても、移籍、はい、金は例えば50億、60億くらいだったら、うん、大体のチームだったら取りに行く形になるんじゃないかな。なるほど。うん、えー でこの限りやっぱり三笘選手とか、やっぱ日本人選手が今、また評価、各地で上げてるてところもあるので、日本人ブランドってところも一つはあったりするのかなと思いますけどね。うん、ね嬉しいいじゃないですかただね、あの今年になって、うん、とあることをやったおかげでより伸びたってのがあるんですよ。それがですね、こと、うん、の鎌田選手って、リーグ戦だと7ゴール4アシストかな。うん、7ゴール4アシスト。特に前半戦は結構得点ペース良かったんですけど。うんうんうん 一時点からめっちゃ得点ペース落ちたんですよ。はい、で、それは評価が落ちたんじゃなくてむしろ評価上がってるんですけど、完全ボランチやってんすよね。そうシャドウはゲッテ選手とかと結構併用とかで出てたんですけど。 途中から明らかにもボランチの底というか、やり出しまして、シャドウもできる、前もできる、ウィングもできる、ただボランチが主戦場になったってところを、結構いろんなチームの皆さんが見てらっしゃるってのがあるみたいです。はい。で、その守備もできる、彼はやっぱ守備もできるところがあるので、リバープールとか、で、あとやっぱりマンチェスターシティとか、 この辺りがちょっと特に見てらっしゃるとてのもあるんだよいろいろはめて見てみたいですね。そうですね。これね、今お聞きの皆さんだったら、はい、どこに行ってほしいとか、俺だったらどこに行くかなとかっていうのをコメントいただければなと思いますけど。うん、僕はやっぱシティのね、スピードの中にスピードとかパス回しの方がいか、こう、わってとこ見たいですし。うん、確かに、うん。やっぱりでもリバプールの中でね、労働者みたいに働いてるというか、 ラストパスを後ろがドンみたいなのも見たいですしね。そうなんでしょうね、パリ。なるほど。いや、全部見たいですね、どうしても。そうなんですよ。そうですね。またちょっと一つね、あの、かまだ選手じゃないんですけど、今回の遺跡市場のデータが一個出てきてね、まずセルシーめっちゃ取ってたじゃないですか。うん。いろんな人。はい。そしたらね、お金のデータが出てきまして、い。セルシーがこの冬の遺跡市場で獲得に使った金額は、はい。 プレミアを除く5大リーグの全総額より上でした。はいうん、いやー、どういうこと、はい、そんなにそう。はぁ、あ。っていうか、なんだったらそこの残りのよ、ね、プレミアを除く5大リーグに、ポルトガルとかベルギーとか他の何クラブ、何リーグとか入れても、ヨーロッパ中のほとんどのリーグ入れても、チェルシーの方が上だそうです。はあ、トツ突、はあ。何それ。 <laughs> 心情じゃないですよね、それだけお金の流れ方っていうのが、プレミアにだけ異常に流れてるというところがあるらしくて、スポンサードもそうだし、人に関するところも。ってなってくると、はい、鎌田選手はもうずっといろんなインタビューででも、うん、あのこのサッカー選手、そして自分がそれを最盛期のプレーヤーでいる間に、一生分のお金を稼いでいくって,ってもおっしゃってるので。そいいい、はいまあ、そうう、ね、ういう仕事でですすもんねらね なんで、うん、そうなってくる正直バルサー、パリ・サンジェルマン、バイエルン、ドルトムントなんかで見たいところあるんだけど、うん、正直リアルはプレミア行きってところが、そういうことになるのかななんてのは、うんうん、思われますと。うん、で、なんか現状でもちなみに今フランクルトで、なんか日本円にして2.5億円ほどの年俸だそうです。ううううん、うん、うん、うん はい、でもただ、これがどうやら移籍すると一応各メガクラブの皆さんは20億近くは出すんじゃないかという話になってくるみたいなので <laughs> でもそうなの<ー>そうなのよそ,、はい、そういうレベルになってくるんじゃないかと思われますとあと日本代表としてもなんですが、はい、あのおそらくこういう話だからいろんなチームと交渉することになるので。はい 多分それが3月の代表ウィークかもしくは6月のその代表ウィークあたりのところで、それがやっぱり遺跡の話とかでこういろんなところと交渉することになるでしょうから、3月か6月どちらかの期間は鎌田さん多分代表活動を参加しないってことになってくるんじゃないかなと思うね。今までの森安さんの傾向から言うとね。 うんだと思うので、そういうことになったら、鎌田さんはおそらく遺跡でより良いクラブとかですごいクラブに行くものと思っていただければ、皆さんいいんじゃないのかなと思います。え、や、先生はどこで見たいですかいやー、正直。リバプール。ああ、そうっすか。うん、僕は。一番。今はね、でもただ、スロップス、いやまあ、ちょっと今年リバプールがね、なかなか調子あまりよろしハマりますかね、リバプールの中盤。いや、僕はね、ハマると思うで、インサイドハーク。あ、そう。はい。うん。 やっぱりあの、ボランチ的で、それでオフェンスもできるっていうような、中盤好んでらっしゃいますから、リーバープールにぴったりだと思うんだよね。はい、うんね、はいはい。はい、まあ、チェルシーはちょっとライバルが多かったり、マジチェス・エイ・ナイテッドも同じタイプが多いので、うん、で、とってのは、まあ、ちょっとある意味、まあ、フランクフルートとやり方に似てるから、それでも、まあ、ありかなと思うんですけど、うん、なんか新しいタイプ、まあ、やっぱり、なんか、クロップさんと日本人ってちょっと見たいところもあるので、ちょっと行ってくれると嬉しいな、なんて、ちょっと思ったりしますね。 ということでございまして、楽しみでございます。まあ夏の移籍どうなりますかというね、そうですねこの話題はもうずっと引っ張って残っていくんじゃないですか、これはね。そうでしょうね、きっとね。今、一番話題になってる順位には入ってますか、これはいやー、そういうことあでも三笘君と鎌田選手はトップ20には絶た入どね。思いと思いますね。 はバンバン、ちょっと活躍していただきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、お送り中しました。井上までございました。どうミユキタでした。チャンネル登録、高評よろしくお願いします。じゃあね、じゃあね、ねじゃあね。バイバイ。